さあ、ということで、クライマックスシリーズ全日程が今日終わりました。まあ昨日でね、セリーグはヤクルトがね、3連勝で、えー、日本シリーズ進出を決めて、今日はですね、えー、オリックスが3対2で勝利ということで、アドバンテージも含めて4勝1敗で、オリックスが、えー、日本シリーズに進出、昨年と同様にですね、ヤクルトとオリックスがね、 えー、日本シリーズに進出するというね、ことになりましたけどもですね。まあ、最後の試合ね、ちょっと、えー、振り返ってですね、そうチェックしていきましょう。まあ、この試合はね、えー、先発、トードバンクが和田、そしてオリックスがね、山も、山岡っていうね、えー、ところで、え、先発になりましたけど、最初ね、シュンペーターがね、え、オリックスは初めて当番が、これはマックシーズ先発するんじゃないのかってね、っていう噂もありましたけども、 さすがに、ここでね、あの、一回投げてればね、シーズン中一軍で、ちょっと話は変わるけども、さすがにここは、そんな勇気はね、出せないよね。あの、出すべきでもないと思うけどね。まあそういった意味でね、山岡っていうところの先発でしたけども、まあ、山岡はね、4回51球2安で4三振無四球無失点っていうところでね、まあ4回短かったけどね、ひょっとしたらあの、4回ね、あの、シュートの打球を当たってね、まあ一回ベンチ下がったけども、その後ね、 あの、まあ、投げたけどね、ひょっとしたら何かの足の痛みとかね、あってやめとこうってね、いうところになって、ひょっとしたらなったかもわかんないけどね、まあ、4回でっていう中で、まあ、4イニングね、今年一番良かったんちゃうかっていうぐらいのね、ピッチングが初回から見れたと思います。足踏み出してね、右足蹴った時の、あの前に行く、飛んでいくようなね、この体重のね、前すごい乗ってね、全身で、 なんか、体全身で投げてるっていうようなね、あの、ピッチングのフォームの躍動感っていうのはね、非常にストレートの力も乗って、で、その中でね、変化球も腕を振って、緩急をつけれるっていうところではね、まあ4回で4三振っていうね、えー、結果にも合われているように、素晴らしいね、えー、ピッチング、えー、だったと思います。で、ソフトバンクはだね、4回3分の1、58球、3安打2三振、1四球2失点っていうところ、えー、なりましたけど、まああの、吉田のね、ツーランホームランっていうところになりましたけども、全体的には、 やっぱストレートやっぱキレあるね。走ってた。本当にあの、俺より4つ下だから今42歳と思えないぐらいのね、ストレートのキレあるじゃあったし、その中からのね、変化球っていうね、この5回ね、4回3分の1で変わったけども、5回ね、先頭クレバやしがヒットを打って、そして若月のね、送りバンドの時の、あのバンド処理のね、スピード、そしてそっからのスローイングっていうところはね、 あの、さすがはだっていうぐらいのね、このバンド処理、えー、非常にしたなっていうところは素晴らしいプレーだったけども、で、その後ね、大関に変わったんで、ひょっとしたらね、トライアずも出てきたし、このバンド処理で、まあ、勢いね、かなりつけていったからね、ひょっとしたら何かの不都合がね、あったかもわかんないけども、ホームラン打たれたけども、まあ、ピッチングとしてはね、自分の中のピッチングっていうのは、今、現状ね、やらなきゃいけないことっていうのは、非常に、ね、できたんじゃないのかなと。まあ、その中でね、オリックスの攻撃で言えばね、4回、えー、長川ね、そ最大詰まりながら、ね、レフト前、 ついてね、吉田が、ワンストライクからね、二球目、甘く入ってね、これはちょっと、技としては失投だったかな。ワンストライクね、取った後でのね、えー、甘めの球。しかも、あの、初球もね、若干、あの、甘く入ったっていうね、ところはあるけどもね、えー、その中で、ね、チェンジアップかな。もう一回ね、同じところ、もう、あれ、低くね、投げきりたかったね、それが高めに浮いて、もう打った瞬間、吉田の、ね、あの、もう最長段に、突き刺さってね、 二点っていうところね。まあ、ぱこういう短期決戦っていうのはね、ほんとホームライン一発っていうところはね、非常に大きいね。だから、あの、セリーグのクライマックスシリーズもそうだったけどね。 あの、村上長岡オスナがね、打って、そのホームラン、逆に、阪神はね、単打になってしまうっていうところでね、得点差がついたっていうところはあるけども、非常にね、大きなホームランになってね、先生、いい形の先生になりましたね。で、この日もね、あの、ソードバンク打線4安打にね、オリックス投手にね、抑え切られたっていうところもあるけども、なんて言っても素晴らしかったのが、このね、山岡を引き継いだね、リリーフの宇田川、2回23球、無安打3、三振ね、 無失点っていうね。この、俺、俺1イニン,ングだけかなと思ったけどもね、2イニング行ったっていうのはね、大きかったね。本当に、ほんの2、3ヶ月前、長崎3桁の背番号でフレッシュオールスター投げてたのよ。 俺、その時ね、スカイ A で解説に行っててよ。めちゃくちゃいいピッチャーいるやん、ってね。まあ、これとあの、育成のね、ットの楽天の宮森ね。この動画にもね、あの、過去の俺のフレッシュオールスターのストチェックの動画にも残ってるってね。ちゃんと証拠残ってるけど、これはいいなと。早くオリックスは試合会にした方がいいぞと。リリーフも若干バタついてるところもあるし、ってその時言っててね。そしたらその後ね、きっちり。 ギリギリでね、試合が登録されて一軍に来て、ほんの数ヶ月前、3桁の育成選手で二軍で投げてた選手がよ、クライマックスシリーズの一番大事なとこ投げて完璧に抑えてんだよ。しかも多分日本シリーズもいいところで投げていくのよ。ジャパリーストリーマ。ー人生何か分かるか分かんないけどね、入団するとき育成だから迷ったっていうね、ところでも思い切ってね、チャレンジして、非常にね、いい形のピッチング。そしてこの宇田川の存在感っていうところがね、オリックスの ひょっとしたら日本シリーズでもね、メインを握るかもわかんないね。で、その後ね、山崎総一郎、ね、2回42球、1安打3三振、1四球2失点、この一発のホームランね、7回変わってね、先頭負けある三振、で、柳田フォアボール、で、デスパイリーにね、5球目、ワンボール、ツーストライクからのね、ストレート、157キロです。アウトハイ、打った瞬間、これはもうデスパイリーのすごさがね、まあ、強いて言えばよ。 もうちょっと低めに投げるとか、このワンボールツースライ余裕があるカウントでって、まあなるけども、まあ昨日も159キロ投げてるしね、パワーピッチとしたら、まあ力で抑えていくことを考えればね、まあそれはもう打ったデスパイニーを褒めるしかないかと思うけども、キャッチャーとしてはもうちょっと低め投げるとかしてほしかったなっていうところはあるけども、これはもう仕方ない。でね,ね、これもう一つすごかったのがね、山崎総一郎。8回も行ったんだよ。これはね、中島入り口。打たれたからね、その回投げたとしても、次の回ね、 変えるかなと思ったら、なんとそのまま継投させて、8番為瀬、9番いね、で1番モリを完璧に三者凡退で打ち取る。ね、打たれたのはホームラン1本のみ。続投させた。まあ追いつかれたから炎上のことも考えてっていうのもあるかもわかんないけど、続投させたっていうね、ベンチの判断も良かったしね、その後しっかり期待に応えたね、山崎総一郎のピッチングっていうところもね、素晴らしかった。まあでもオリックスもね、 全体的にヒットね、6安打しか売ってないんだけど、まあ、チャンスは作るんだよね。さっきも言ったように5回ね、先頭クライーヒット出たけど若月のバンド失敗。こういったところ日本シリーズでちゃんとやっとかないと、ね、昨年の負けを繰り返すよっていうね、えー、ところもあるし、ね。 三回もね、え、トンゴーファーボール、クレバイショ送りバンド成功してね、若月アウトになるけども、福田周辺のファーストゴロをね、中村明がエラーして、ツーアウト一三塁でチャンス作ってね、まだ福田の通れ、このシリーズね、本当に、オリックスはね、積極的、走塁ね、まあアウトになったのもあるけどね、でもそれはね、どんどんね、やっていくことによって、まあ後期を生み出すというところではね、この序盤と終盤、だから昨日も言ったけどね、吉田正孝の終盤を止まる、前半は思い切って走っていく、吉田正孝もね、昨日、ホームに突っ込むっていうね、このメリハリっていうところだね、非常にいい クライマックスシリーズね、オリックスの走塁技術の高さ、意識の高さっていうところはね、出たからとで。その後ね、胸が打ち取られて、ところもあるし、まあ、6回はね、ソフトバンクも泉に代わって、先頭の中がフォアボール、吉田正尚がアウトを打ち取るけども、杉本がね、えー、軽減気味に歩かされて、ワンアウト一瞬でから、えー、足立、頓宮ともに連続アウト。でもこの頓宮の時のセンターのマ原の素晴らしい。 ビッグプレーもうあれはね取れてなくてもおかしくないよ、取れなかったとしても攻められないぐらいの打球だったけども、後方にね全力疾走する中で、後方にねダイビングしてしっかり取ってね、ねあれ抜けてたら、その後の多分デスパファイナのホームランはなかったね。 ジエンドっていうね、形になってたけども、素晴らしいね。巻き春の超ファインプレイ、グッドプレイ。で、それもあって、次のね、デスパイルのホームランに繋がっていくんだけども、ね、その後もね、ソードバンク松本、えー、藤井と投げていくけども、藤井もね、8回ぐらいね、ツーアウトから吉田、ほぼもう軽減気味。これはもうね、 仕方ないね。その前歌えてるから、ホームを歌えた,れた終わりだからね。でもこっから悪かった。ね、杉本フォアボール。で、アタチライトバイヒットで、ツアートマウンリー、同点なのに危ないっなったけど、最後ね、トングの代打西野をね、打ち取って、まあ。 ピンチをね、脱出。でも、引き分けでもオリックスの勝ちだからね、ソフトバンクはこれ勝ち切らなきゃいけないっていうところでね、9回ね、牧原ヒットをつけても、柳田、ね、デスパイね、一本ですっていうね、えー、ところもあるしね、ね、9回裏よ、運命のね、ピッチャーはね、もういねろよ、もうソフトバンクはいいピッチャーから出していくしかないっていうところでね、クレバ林ス戦闘アウトになるけども、若月がなんとレフト前、福田、フォアボール。で、ファースト、胸がね、アウトになるけども、ツーアウト一三塁から、ね、中がスライダーね、三遊顔抜ける最後のヒットで。 勝しい、ねまあ、だから、でもまあソフトバンクはやることやったからちょっとミスこのクライマックシーズ全体ね毎試合ちょっとミス多かったかなっていう、ねえー、ところはあるけどもね、まあ、やるべきことはやったかなっていうところもあるし、まあ、オリックスとしては、ね、やはり初戦山本でね勝ったのが非常に大きかったっていうところとその後の2戦目ねこの4対3っていうところでねこの僅差の試合を勝ち切った、まあ、その中でもねこの5回裏の杉本のホームランだからね前半戦は まあ、MVP、吉田だったけどね、この前半戦はあの杉本のね追い込まれてからの押し出し、見逃しとかね、逆方向打ってとかね、もしくは盗塁でとかで、一発ホームランね、この第2戦ね、結構杉本がね、前半頑張って、後半ね、吉田がね、本番、パンパンっていうね、ところも出たけども、この杉本のね、頑張りも、やっぱこれ、見逃せないね。 このクライマックスシリーズというとね。まあでも順当にね、このヤクルト、オリックスがね、日本シリーズに進出しましたけども、まあ基本ね、クライマックスシリーズっていうのはね、1位のチームが80%日本シリーズに行く確率なんだよ。だから2位、3位のチームがね、日本シリーズに行く確率っていうのは20%しかないのよ。っていうことはよ、これぐらいの比率が面白い。ね、これがもし50、50になってたら、おお優勝したのにって言うけど、 8割1割一位が行くんだから、そのあたり行けなかった場合、行けなかったチームは悪いよね。でも2割ぐらいの確率で2位3位が日本シリーズに行けるっていう確率ぐらい残しとかないとね、応援する方も見てる方もつまんないじゃんね。だから俺はね、このシステムね、いいと思う。今年も楽しかったしね。で、これ行きましたと。その中で、テレ東スポーツのね、佐々木智也の月間プロ野球っていうね、生配信でも言ったけど、2つのね、大きな日本シリーズの狙ってるところがあります。1つはね、丸〇超え、ね、ヤクルト。 オリックスはね、悲願のっていうところでね、ヤクルトで言うと、えー、高津監督、野村監督超えっていうね、えー、野村監督はリーグ連覇っていうところはあるんだけども、日本シリーズ、日本一を連覇したことはないんだよね。でも高津さんはリーグ連覇っていうところで野村さん並んで、もし今年日本一連覇っていうところになると、ね、 野村監督超えを達成するというところになります。で、オリックス悲願のっていうね、えー、ところになりますけども、この悲願っていうのはですね、バファローズ悲願の日本一ですね。オリックスはね、日本一になってます。オリックスブルーウェーブ、もしくは阪急ブレーブスっていうね、ところがありましたけども、なんとですね、近鉄バファローズは日本シリーズに出たことはありますけど、日本一になったことがないんだよね。 近鉄巨人のね、3連勝からの4連敗っていうところもあるし、あとはあの、近いところで言うと2001年かな、あの、ヤクルト対近鉄の試合でですね、ヤクルトが勝って、あの、若松さんのね、監督優勝して、胴上げで1回転にそうになるっていうね。 えー、まあ、ありましたけども、バファローズはね、日本一になったことないから、今回勝てば、悲願の、初のバファローズ、日本一になります。で、ちょっとね、ここで、日本シリーズの展望で言うとですね、まあ、昨年の日本シリーズは、4勝2敗で、ヤクルトがね、制したっていうところになってますけども、去年のね、戦い見てても、全体的に、終盤に、ゲームが大きく,くまあ、初戦もね、オリックスがサウナラ勝ちしたけどもね、ね、えー、3対1で迎えた、 最終回にね、オリックスが3点取ってさよなら勝ちっていうね、えー、ところで、これも789でヤクルトも2点、オリックスは4点取ってで、2戦のね、えー、試合もヤクルトが89で1点ずつ取って2対0。で、3戦目っていうところも終盤に点数を取り合ってヤクルトのね、勝ち。で、4戦目も、まあ4戦目は、まあ序盤でね、2対1っていう僅差。で、5戦目は最後ね、オリックスが789で211点取ってね、 で、8回裏にヤクルトは3点取るけども、最後9回表にね、1点取ってね、あの、ジョーンズがマグガフからね、ホームランを打って、6対5で勝利で、第6戦もね、最終回延長12回にね、吉田亮がね、スライダー打たれてね、2対1でヤクルトの勝利っていうところで、ね、どの試合も接戦っていうね、ところでね、試合が決まってるんでね、やっぱり今年もね、 リリーフ勝負になってくるかもわかんないね。だからさっきも言ったように、宇田川ね、山崎総一郎、日嘉ね、っていうところがね、オリックスは重要にもなってくるし、あとワゲスパックかな。で、ヤクルトはね、えー、清水マクガフ、田口、で久保、えー、石山ね、ね、えー、っていうところがね、非常に大事になってきて、まあもちろん先発も大事だけどね、リリーフが結構ね、大事になってくる日本シリーズに。 ななるかもかもわんないねでもまた今年も山本対村上の対戦はね非常に楽しみだなっていうねところもあるし悲願のバファローズ日本一か野村監督越えの高津監督日本一2連覇か。 と,いうところをねぜひ楽ししみながら日本シリーズ応援していきましょうということでね、クライマックスシリーズの総チェックは今日でおしまいです。でも、あの、11月19日までね、えー、各チームのドラフト戦略っていう動画を撮っていきますし、まあね、ドラフトが終わればね、すぐに、えー、ドラフト1位の総評、そして、えー、各チーム12球団の ドラフトを受けた上での通信歩っていうところもこれからどしどしやっていきます。それにつながって日本シリーズになればまたサ崎ザキ総チェック再開しますのでね、シーズン中の総チェック終わりっていうのはやりましたけども、まだまだサ崎ザキ総チェック続きますので皆さん最後までご覧ください。ということでオリックス、バファローズ日本シリーズ進出おめでとう。そしてヤクー対オリックス日本シリーズどうなるのか皆さんで楽しんでいきましょう。